キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今シーズン優勝するためのキーマンということで、はい、今日は1位予想しているロッテです。おお、はい、え、これあれですか、もう順位予想そうそう、1位はロッテで決まってるから。あ、そうなんですか。まあそれはなんでかっていうと、はい、まあ、その順位予想の時にも言ったけど、うん、どのチームにも何かの欠点があるわけよ、はい、パ・リーグは、うん、特に、うん、で絶対このチームが優勝やなっていうチームはないんだよ、うん、ってなったらこのノルマさえクリアできたら、まあそれはどのチームも一緒なんだけどね、はい、あのワンチャン優勝できるんちゃうかっていう、おー、その可能性も踏まえて1位という、うん、そうだね、うん、はい、で、その中で、はい、ノルマ設定はもう簡単なのよ、うん、佐々木朗希、はい、種市が元気で1年です、うんうん、あ、元気でいいんですか、何勝か元気で。いや、多分、はい、種市もそうだけど、うん、能力値高いから、はい、その何勝あげなきゃいけないって言わなくても、うん、元気で1年さえいければ、うん、普通に13とか4いけると思う、うん、去年でもあの23試合登板で10勝7敗、はい、で終盤、うん、コンディションオフローちょっと怪我して投げれなかったんだけども、うん、はい、これうまく投げれてたら12とかはいけてるわけ、うん、はい、だから今年も欧州代表との試合でも投げてたけども、うん、で新しい球種、はい、ナックルカーブっていうところも球種も覚えて、うん、でフォークはもう本当千賀クラスだから、うん、落ち幅とか回転数とかも含めると、はい、怪我なく1年いけたら、うん、数字は黙っててもついてくると思う、ね、しかも奪三振率でいうと、はい、うん、山本より去年いいのよ。へえ、そう考えると、はい、奪三振のタイトルも、うん、山本がいなくなったことによって狙える力もあるし、はい、怪我なく1年いければ、はい、もう12-3っていうのはもう見えてる数字だから、うん、その望む数字じゃないよ、はい、でいけるんちゃうかっていうところと、うん、まあ、佐々木朗希が元気で1年、うん、ね、ちょっとオープン戦はプルンとしないけど、うん、去年も15試合で7勝4敗、うん、抜けましたもんね途中、うん、で今年は中6日で吉井さんが回ってもらうみたいな感じで言ってて、うん、でこの2人が怪我なく中6日で、まあ、途中どっかで夏休みはあるだろうけども、うん、回れた場合、はい、下手したらよ、うん、30も夢じゃないから、おー、15、うん、いけるかもしれない、夢で25は確実だと思う、はい、怪我なくいけた、だから25をどこまで伸ばせるかがポイントだと思うけど、はい、うん、怪我なくいければ25は確実だから、うん、これは大きいんちゃうかっていう、はい、でそしたら、うん、小島とかは多分10は勝てるから、うん、やっぱその金曜日開幕投手小島だから、はい、金曜日投げていくと相手もエースクラスになるから、はい、そんなに能力高くても、うん、勝ち星が上がりにくいのがエースなんだよ、うん、やっぱ相手のエース投げてくる、はい、でそこでどこまで貯金作れるかがチームの優勝とかにもかかってくるんだけども、はい、まあ、小島がそこで少なくても10勝てれば、うん、こう3人で35から40いけるから、うん、これでかくない？はい、大きい。だそれは佐々木朗希と種市が怪我なく1年できれば、うん、マストでいける数字だから、はい、もう確実にいけるだろうっていう、うん、そうそうそう、もう願望とかじゃなくて、はい、怪我しなかったら、うん、それでかくない、はい、でもその後のこうローテーション大丈夫なんですか？その後だってメルセデスでしょ、はい、で、西野でしょ、うん、あとがで中森が入ってくるか、あ、中森投手最近いいみたいですね。そうそれか、うん、あとは、まあ、美馬、はい、で、まあ、二木っていうところが、うん、まあ、勝負してる、うんうん、っていうところもあるけども、はい、西野だって普通に二桁うまくやったらいけるからね、うん、まあ、うまくいったらいける投手ですもんね、うんうん、でしかもよ、はい、しかも、はい、ロッテの試合スケジュールローテーションが、うん、はい、2週目の4月1日からは6連戦なんだけども、はい、そこから5連戦が1週間に5試合、はい、もしくは中日が6連戦じゃない試合が1、2、3、4、5、6、7、交流戦始まるまで1週間6連戦が1週だけなの。そんな少ないんですか？あとは全部、うんうん、ほぼ木曜日が休みになってくる。へー、ってことも他のチームもない、じゃないチームもあるってことじゃないですか？もちろん、うん、で あるから、はい、そのローテーションの数が少なかったとしても、うん、そこがマイナスにならないんだ。6枚いなくていいんだ。いなくていい、うん、もう一人大事ですかっていう
必然性がないんだ、はい、うん、そこでじゃあ5枚、うん、佐々木朗希、うん、種市、うん、小島、西野、はい、でメルセデス、うん、って言ったら足りますね、うん、で誰かが抜けた時に今中森投手投げてみたりとか三馬が入ってきたりとか二木が来たりとかっていうところで考えると、うん、初回パリーグはソフトバンクやったけども、はい、うん、マリーンズの方が前5人で考えたら計算していいんちゃうかと思わない、うん、なんか5枚でいいと思ったらちょっとゆとりある気がしてきましたね。そうそう、しかも交流戦まで2週目の2日からの週だけが6枚いるだけで、はい、あとはもういらないわけ、うん、ってなったら、はい、これはかなりのアドバンテージあって怪我なくいければ面白いんちゃうかっていう、うん、はい、あとお得意のこうリリーフデーを作ってもいいですしね。そうだね、はい、もう最悪ね、はい、うん、で、うん、あとは、まあそのまあ、リリーフで言うと、まあ、何回言いながらやっぱ増田が抜けたらまた絶対バタつくから、うん、あ、そうですね、増田がやっぱ怪我なく1年間をしっかり守護神でいれば、うん、はい、その前に落ちなかったりしなければかなりいいんちゃうかなっていうね、うん、安定性は、うん、まっすぐが最後まで守護神で9回いけたら、うん、はい、多分セーブとかは35ぐらいはするからね、うん、まあ、去年も途中まで松井裕樹と争ってたからね、はい、そこら辺はいい感じでいけると思うし、だからまあ佐々木朗希、種市が怪我なく1年、はい、で小島が10勝できれば、うんうん、これはもうで増田が9回、はい、これだね、うん、これ見え、ね、何気にいけんちゃうかって思わへん、ロッテファンの人もね、うん、そう思うと、うんうん、でしかも交流戦まで5人でいいっていう、うん、先発、そうですね、でもやっぱバッターの方大事じゃないですか、バッターはポランコとソトが2人で50本、うん、おー25、25、いや、いけ、だってポランコも20、はい、去年6か6ぐらいか、うん、でホームラン王か、だからまあ25、25打てばいいわけよ、しかもポランコも去年前半めっちゃ打たへんかったから、うん、で中盤ぐらいからあの1試合3発、はい、うん、1試合3発2回打ってるのに、はい、ね、両方負けてるっていう、うん、でも1試合3発の6本ってでかいよな、うん、26本中4分の1約が2試合に完結してるんだもん、はい、もうちょっと幅広くと、そうですね、うん、で外も今年オープン戦、うん、まあ、俺その日解説だったんだけど、うん、オープン戦初試合出場、はい、ロッテでいきなり2安打でホームラン打ったから、うん、ライトに、だからそんな言うほどやっぱ心配いらないと思うんで、はい、で DeNA もクビになったっていうよりは、うん、渡来を取ってオースティンをファーストに回すっていうところで出番ないから押し出された感もあるわけよね、うんうん、でそこでのだからで守備もいいし、はい、だここは50本打てれば2人で量産体制いけんちゃうかっていう、はい、外大きいですね、存在、いや、かなり大きいんだよ、うん、やっぱファーストいなかったからね、はい、去年も岡が守ってたり、うん、いろんな選手がファースト守ってたから、はい、外はねかなり大きいと思う、うん、で、うん、次が、はい、やっぱ山口が、うん、オープン戦絶好調なんだ、はい、ホームランね20、これでホームラン70いけるから、はい、このワンチャンあるんちゃうかっていう、しかもこううまくいって30とか打ってくれたら花開いて、そうそうそう、山口も、去年がホームランが14本、うん、だからもうちょっとだからね、うん、その前は16本打ってるから、まあいい形で成長してきてるところはあるから、うん、山口がホームラン20本打てれば、はい、あとはもうね、これ始まってみなきゃ分かんないけど、はい、安田の使い道だね、うん、このね DH は今の感じで言うと吉井さんがポランコと外を併用って言ってるから、うん、外が DH に入るときはポランとレフト守らなきゃいけないから、うん、ファーストが空いてそこに安田を使える、うん、サードが中村翔吾なんだったら、うん、でもポランコが DH に入っちゃうと外がファーストだから安田がと中村翔吾を併用できない、うん、でレフトは結局は荻野、はい、俺の中でなんだかんだ怪我しないかぎりなんだかんだでも荻野だよ、うん、ね、あの藤井さんなるなんだかんだなるわけよ、はい、それは知ってんねやろ、知ってる知ってる、藤井隆さんね、はい、分かった、でセンター岡でライト山口、はい、うん、だからまあここで安田の使い方にもよるけどね、うん、だから中村翔吾と安田で高いレベルでなんかね、どうなのかなってなったらいいけど、低いレベルになっちゃうとあれだけどね、はい、でもまあ山口ポランコ外でホームラン70発出れば、はい、いやワンチャンあるからね、うん、ありますね、うん、で投手陣はさっき言ったことができれば、はい、まあ、しかもそんな夢見るような数字じゃないからね、うん、なんか聞いてたらいけるかもしれないなってちょっと思ってきました、うん、むちゃくちゃなこと言ってないじゃん、はい、2人でね 25だから、うん、いやで去年の数字見てても、まあ、怪我しなきゃいけんちゃうかっていう、うん、
ところもあるからね、まあ、怪我は本当分かんないですからね。だから元気でっていう1年、うん、そうそう、ファイロギー元気で1年やったことないから、ないからね、回ったことないから1年普通よ、はい、元気で1年って当たり前だからね、はい、ベースですよね、うん、まあ、そうすればいい活躍するから、うん、会社で言ったらよ、はい、毎日元気に出社が最低それめちゃくちゃ普通のことですからねでもそれをできれば、はい、結果が出るのはもう絶対だからね、うん、っていうところがあるから、はい、だからそこら辺ができれば、うん、ロッテも本当ワンチャンあるんちゃうか、うん、他のノルマはね それができれば、はい、そんな付属してはいらないんちゃうかと思う、ね、うんうんうん、もうなんか見えてきましたねちょっと、うんうん、昨年はね圧倒的な全部の数字が大したことなかったけども、はい、結果2位でね、うん、でこれで、はい、和田が盗塁王なんか取った日にはこうほんまあるで、はい、だから途中から出て盗塁王またダイソーで盗塁王取っていくってなると、はい、終盤このね価値ある一手取ってるんで、うん、じゃあ付属で和田盗塁王もちょっとつけとこう、あ、これもあったらよりいいよっていう、あったらより優勝に近づくんちゃうかっていうね、うん、はい、ところはあると思います、うん、はい、はい、ね、うん、ということでロッテファンの皆さんどう思いますか、はい。